福岡県の新型コロナの新規陽性者数は昨日は1161人で、6日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。また病床の使用率はおととい時点で 19.8% と、県がコロナ警報を解除する目安としていた 20% を下回っています。こうした状況を受けて、福岡県は第6波が始まった今年1月から発動している県独自の福岡コロナ警報について近く解除する方針を固めました。コロナ警報の解除によって飲食の時間を2時間程度とすることなどを求めていた県民への要請についても見直される予定です。福岡県は先月、感染再拡大防止対策期間が終了した後も新規陽性者数が高止まりの状況が続いていたため、コロナ警報を継続していました。